この前ね、僕幼稚園のね、友達に会ってね、で俺どこだったって話をしたらね、彼女が言うには、僕幼稚園の時からね、電車で横浜から通ってたんですからね、すっげえ頑固だったって、電車がいろいろ来るんですけどね、自分の気に入ったデザインの電車じゃないと乗らないんだったそうなんですよ。僕は覚えてないんだけどね。でね、僕はいろいろフレキシブルでいろんな人の言うこと聞くけど、実はものすごく頑固かもしれないってね、その時思ったんですけど、養老先生のこと聞いて、あ、ひょっとしたらそうかもしれないなっていうふうに思って、まあこれは自信があるってことじゃないんだけど、それになんか頑固なんですよね。建築ってね、今ものすごい変わり目に来ていて、簡単に言うと20世紀流の工業化社会が終わって、違う新しい時代なのに、それの建築が何かってこと、誰もよくまだ分かんないんですよね。で、僕が目指す建築っていうのは、まあ一言で言っちゃうとね、すっごく柔らかい建築なんです。で、それはその建築にいるだけで、なんか生物として安心できる建築ですね。日本の建築家はね、もうある意味で僕世界一だと思うんですよ、建築デザインのレベルは。で、これをね、もっともっとね、世界に向けてこう出ていかなきゃいけない。だからね、日本の建築界の未来は出稼ぎにありって僕は思ってるんですね。まあ必要なものは、まあちょっとした勇気かな大した勇気はいらないんです。ちょっとした勇気があれば世界に出ていける。で、どんなところにも出ていける。だから、そのちょっとした勇気あるなしの違いは大きいですね。ライバルはたくさんいますね。建築家ってね、不思議な商売で、同世代だけがライバルじゃなくてね、日本にいる日本人だけがライバルじゃなくて、今や世界中の建築家がライバル。僕はね、よく競走馬って言ってるんだけど、毎週レースがある競走馬みたいなもんなんです、世界中の建築家って。で、それをね、こう、まあ毎週戦っていけるかどうかっていう体力が一番重要かな。熊さん、ありがとうございました。VTR、質問と以上で終了となります。最後に、今日の収録いかがだったでしょうか。いや、なんかコメントがね、すごくこう、なんていうかね、よかったこういう形でね、いつもね、面と向かっちゃうとね、恥ずかしくて言えないことがね、こういうふうに画面を通じてだと逆に恥ずかしくなく、お互いに言えた感じがして、とってもすっきりした気持ちになりました。ありがとうございました。お疲れ様でした。